太古天地人獣の境未だ文明ならざる頃、東照神州は火山の山頂、奇怪な石猿が誕生いたしました。我こそは天帝陛下の甥、剣聖二郎神君だ。大日如来の命を受けて貴様を征伐にやってきた、諸報告だ。皆さんぞ、どうしようというのですか。待ちなさい、私は怪しいもんではない。天上界から使わされた次郎神君というものです。天上界から。ここは妖怪の住処です。そのようなお方がどうしてこんなところへ来るのですか。その妖怪を退治に来たのですよ。妖怪を退治に。そうです、妖怪を征伐し、大日如来様の元から盗まれた太陽の鏡を取り返しに来たのです。太陽の鏡。それが妖怪の手に渡れば、地上は妖怪の意のままになるでしょう。何しろその鏡は太陽の光を吸い込んで、もう一つの太陽を作ることができるのですから。まあ恐ろしいこと。そのような力を妖怪が持てば、私は一生ここから出られなくなってしまう。なに、私が来たからには大丈夫。今もその妖怪に大日如来様からいただいた爆妖作という矢を追いかけて、ここまで追い詰めたところです。見たところいずこかの姫君のようだが、もう悲しむことはありません。私が助け出してあげましょう。
見たか次郎神君、太陽の鏡はいただいたぞ。さあ日が沈む、日が沈む。だが決して夜にはならぬのだ。一つの太陽が沈むと同時にもう一つの太陽が昇るのだ。さてこれから時は流れ、天竺を目指す三蔵法師の一行がこの地に差し掛かりました。暑いな、もうお皿の水もからくれ、雨の一滴も降ってくれよ。ちょっとこの天気じゃ無理だな。それより八戒、どっか百姓でも見つけてこいや。一休みだ。兄貴見てみろよ、これに百姓屋があるわけねえじゃないか。我慢しましょう。こうした辛抱の修行のうちです。夜になればいくらか涼しくなるんですから。夜になればね。なりますかね、夜に。バカ、夜にならねえわけねえだろ。お前昼の次は夜に決まってんだよ。けど兄貴おかしいで、昼間が長すぎるもん。ああそういえばそうやな、もうとっくに夜になってもええ頃やなこれな。ああそれもそうだな、日付変更線でも超えちゃったんじゃないのかこれ。なんだあれ。カーニバルかな。いやそれにしてえらい陰気やぞ。あれはお葬式です。おい、あの娘寄ってたかって一体どうしちゃったんだろうな。いやべっぴんだな。おいおい、けど泣いとんぞあれ。よーし八戒、テレ向こうまで挟み撃ちな。待て、おう、やい、てめえら寄ってたかってこのか弱い娘おもちゃにする気だな。仲間入ったよな。バカ野郎、バカ野郎、思い知らしてるからそこ動くな。やろう。娘さん、おいらたちが来たからね、もう大丈夫だ。いいえ、この人たちは悪い人たちでありません。これには深いわけがあるのです。深いわけがあるのです。いや、一体どういう事情なんだよ。私は生贄なんです。生贄。はい、私どもも可愛い娘たちを生贄など差し出したくはございません。しかしこの国の人々の幸せのために募れる思いで。おい、この国の人々の幸せのため。それは一体どういうことなんです。この国には太陽が二つあるのです。一つの太陽が沈むと同時にもう一つの太陽が姿を現し、永久に夜が来ないのです。夜が来ない。なるほど、それでカラカラ天気か。おかしいと思ったよ、一日昼間ばっかりなんだもん。子供作る暇ないでしょ。えらい国に来てしまったな。永久に太陽に照らされっぱなしっちゅうことはどんな川の水も蒸発してしまう。そしたらわしの皿の水はどうなのかな。太陽と娘さんの生贄とは一体どういうつながりがあるんです。はい、実はこの山の向こうに太陽を司る神様が住んでおります。私どもは年に一度若い娘を生贄に捧げて一晩の夜をいただくのでございます。それはちょっとおかしいな。太陽を司っているといや大日如来様の他にはいねえはずだね。え、大日如来様ならば生贄など欲しがるはずはありません。悟空、これはもしかしたら妖怪の仕業かもしれませんね。けどね、お嬢様、これ妖怪だとすればちょっと規模が大きすぎるような気がするんです。そうそうそう、だからここは一つお嬢様ね、当たらず触らずで先。どうぞ。よし、こいつは面白いや。妖怪だか神様だか知らねえが、おいらがその正体を暴いてやる。娘さん、よーく顔見せてくれよ。よし。やれやれ、お前たち、さっさと俺を踏んじまれ。鬼が出るか蛇が出るか、どっちにしてもその間抜け面、おいらがしっかり見てやるさ。
来やがった来やがった。剣道を荒らした混成魔王とは俺のことだ。やろう。しかしあの化け物が生きてたとはな。おーい悟空、悟空どこだい。ここだ。お前の頭の上だ。早く来て助けてくれ。高いところにいるね。よし。あら、お前どっかで見たことあるな。名前なんすか。剣聖二郎神君だ。神ちゃん、一体どうしたんだよ。混成魔王に捕らわれの身となって500年間、お前の来るのを待っていたぞ。混成魔王に。ではその混成魔王という妖怪はもともとは大日如来様がお飼いになっていたハゲタカだったんですか。もっともそのハゲタカはかつて悟空の水蓮堂を荒らし手傷を負って逃げ込んできたものです。しかし不貞野郎だね。憐れみをかけてくださったさ如来様の恩を忘れて太陽の鏡まで持ち出して逃げるとな。冗談やないぞ悟空。それやったら妖怪の力は何千倍やないか。わしらが束になってかかったってかなうわけないやろが。バカ野郎、混成魔王にはな、水蓮堂を荒らされたでっけえ貸しがあるんだ。お師匠様、ここは一つですね、さわらの神にたたりなしで、ここはふっと何気なく通り過ごして天竺へ急ぎましょう。八戒、村人たちは難儀をしているんですよ。しかもその妖怪は大日如来様にも無礼を働いているんです。まあそれはまあそうですけどね。でもいくら我々が強いったってその向き踏み切ってのがあるから。しかしな、俺はどうも腑に落ちねえことがあるんだよ、二郎神君。なんだ。その昔、お前は
天帝の命を受けてな、天上界を探したこの俺を征伐に来たことがあったな。貴様も去る者は百夜百晩戦い続けてついに勝負がつかなかったことを覚えているぞ。それほどの汚名がだ、どうしてこうも簡単に妖怪の手にかかったんだ。え、大地よ、お前は俺たちと違ってお前天上界の特殊警察、つまりシークレットサービスだよな。それにお前大日如来様からいただいたっていう爆要策ってすげえ弓矢があったじゃないのか。あれどうしたんだよ。あらま、すごい武器だよ。どんなもんでも立ちどころに射抜いてしまう。この匂い棒よりも強いかもしれない。あれさ、あれよ、金星魔王がどんなに力があろうと手でもねえだろ、立ちどころにやっつけてしまうはずじゃねえのか。だから、いや、それはな、言えねえのか。てめえ、なんか隠してやんな。悟空、武人にとって敗れた戦いを語ることは一番つらいことです。力を落とさないで、私たちが何か精のつく食べ物を作ってあげましょう。しばらくはゆっくり体を休めておいでなさい。はい、食い物だって。いや、それはいいんだけど、お嬢様、その私たちというのはもしかして私たちのことですか。ったくもう、お師匠様せっしやな、こんなとこに食い物が転がってるわけないやろがな。考えてみろっちゅうね。もうそりゃお師匠様人間だもん、俺たちの苦労なんか分かるわけねえじゃないか。なかったって仕方がねえよ。どっちにしろお前手ぶらじゃ帰れるんだから。忘れてはありますまい。500年前にあなたを初めて見て以来、いつの日かきっとあなたを助け出すことを心に誓ってまいりました。さあ姫、お手伝いさせ、私の力でこっから出してあげましょう。どうしたのです、自由になりたくはないのですか。姫世界にその人ありと歌われた地蔵神君も、絶世の美女の前ではただの男に過ぎぬか。下手な妖怪、この地蔵神君に恋の力が加わったんだ。負けはせんぞ。ああ、待て、まだ気がつかぬか貴様。恋は盲目とはよう言うたものよ。その女の年を考えてみろ。年？500年の世も生き続ける人間の女がいると思うか。では、この女は？そうだ。
人間ではない。だが妖怪でもない。教えてやろう。俺が今までに食い殺した生贄の娘たちよ。お前が惚れたその女はな、この娘たちの優れたところばかりを集めて俺が作った人形なのだ。よいか次郎神君、その女はここからは出られぬ。もしお前が連れ出そうとしても日の光を浴びた途端その女は水となって流れ去ってしまうのだ。苦しいか、つらいか、次郎神君。恋の苦しみは地獄の責め苦にも勝るというからな。だがな、次郎神君、その女を人間として蘇生させる唯一の方法がある。魂を入れるのだ。魂を？そうだ。だが尊女そこらの俗人どもの魂ではかなわぬ。人間界で最も高貴な、そして徳の高い三蔵法師の魂でなければならん。三蔵法師の魂を？お前は三蔵法師を誘い込み、その魂をその女に与えるのだ。そして三蔵の肉はこの俺が食う。どうだ次郎神、話に乗るか？この女を人間として蘇生させるには三蔵の魂でなければならん。次郎神君、三蔵を誘い出すのだ。危険を察した白馬、しかし何かのショックを受けなければ自分一人の力では人間の姿になれず、どうすることもできません。興風山。はい。その山にはこれまで妖怪の生贄となった娘たちの屍が山と積まれています。お日様、これからこの私とその興風山へ足を運んでいただけませんか？だが一体何のために？経文をあげていただきたいのです。経文を？そうです。いまだに成仏できず悩み苦しんでる娘たちの霊を弔っていただきたいのです。わかりました。そういうことならばどこへなりとも伺いましょう。お待ちください。そう遠くはありません。歩いてまいりましょう。しかし興風山の山道には至る所に哀れな白骨が転がっています。それを馬の蹄で踏みつけていくおつもりですか？それは知らぬこととはいえ迂闊でした。歩いて行かねばなりません。ダメだ。何を言うんです。私たちはこれから亡くなった娘たちの嘘だ嘘だ。こいつは嘘ついてんだ。なんだ貴様、失礼なことを言うと承知せんぞ。そうですよ、この方は天上界の勇士です。嘘をつくはずなどありません。
そんなら何も今じゃなくたっていいじゃないか。悟空さんたちが戻ってきてからだっていいだろう。急ぐんだ。悟空たちの帰りなど待ってるわけにはいかん。なぜ急ぐんだ。甲風山が逃げんのかい、それとも亡霊たちが消えんのか。くそ、この平戸口、こうなったら力ずくでも三蔵をさらってやる。サラブトンマじゃねえか。あ、そうだ。じゃあ、あいつに今度探させようか、背のつく食べ物。そうしよう、そうしよう。な、そうしよう。おい、ここだ。あ、いたいたいた。あ、よかった。おい、お前、馬のくせに足遅いの。だってしょうがないじゃん。人間になると足が日本に減っちゃうんだの。生意気だ、馬のくせに岩に捕まってるよ。ちょっと、ちょっと、ちょっと。それより大変だよ。お城様が捕まっちゃった。何？一体誰に。それがその、ほら、あの、ジロー、ジロー、ほら。ジロー町？違うよ、ほら。早く言えば、やろう。ごめんね。ジロー。ジロー神君。すで、一体どこ行ったか分かったのか。それがほら、甲府山とか言ってたな。甲府山？うん。八海、五条、行くぞ。でかしたぞ、次郎神君。太陽を意のままとし、貴様と俺とがこうして手を結べば、天上天下に恐るるものは何もなしだ。さ、飲め飲め。飲むのは後だ。まずは引っ捕らえてきた三蔵を地祭りにあげ、その魂を姫の体に移し替えてくれ。恋する男の心とは清潔なものよのう。だが心配するな、三蔵は逃げられはせんて。さ、飲め。俺は大日如来様を裏切り、ひいては叔父の天帝までを裏切って貴様と組みした。それもこれもこの美しい姫に魂を吹き込み、我が生涯の妻とせんがためだ。その約束を果たさぬようなら、俺は大軍を引き、梅山の兄弟を集め、再び貴様を討つ。待て待て、誰が約束を破ると言った。気の早い男よの。よし、それならばたった今、この目の前で三蔵の魂を抜いてやろう。一体これは何の真似だ。何の真似もへじまもねえ。いやいやいや、お前、混世魔王、お師匠様は返しやがれ。お師匠さんに何かしてたら俺が処せんぞ。なんだ、豚とカッパか。あ、豚とカッパだって。バラのバラ。カッパを怒らせたらどうなるか見るもん見せてやるぞ。やい、混世魔王、どうしてもお師匠様を渡されってんだったら腕ずくでも取り返すぜ。面白い、来い。あれ？出た出た、ちょっと、おい、五条八海、その鳥頼んだぜ。お医者さん、見損なったぞ、次郎神君。どうも何か隠してやると思ったらこんなことだったのかい。三千年来の勝負の決着、今つけてやら。面白い、望むところだ。いやー、出た、はげたと思う。
入り前の男に傷つけたな。いい顔だ。すごいやっちゃう。えらいこっちゃ、ごくに知らせな。えらいこっちゃ、おい、ハクレがさらわれてしまった。なんだと、バカ野郎。ジロシン君、この勝負、ちっとお預けだ。ごく、ごく、何、え、何、よし。が欲しかったらその匂い棒を捨てろ。てめえどこまで落ちぶれたんだい。何とでも言え、どこを食らわばさらまずだ。匂い棒を捨てろ。何をだろ。飯はまだですか。飯。まったく待遇悪いな、この留置場は。アホ八海、飯のことばっかり言うてる場合ないやろ。お師匠様人質に取られたぞ。ああ、そうそう、ね、しかし惜しかったな。もうちょっとでやっつけるとこだったのにな。偉そうに、お前が取りにさらわれたやないか。五条、お前そういう言い方ないだろう。俺はちゃんと働いたろう。いけないのはあのサラブトンマじゃないか。そうやな。それにしてもあのあいつ何しとんやろな。あいつ何の希望があって生きてんだろうな。なシンゴや。ね、何それ。こいつらがな。おかしいな。誰もいねえのかな。おい、かい。なんか叩くもんないか。叩くもん。これはずだ。ダメ、これ。ペロッと全部見えちゃう。何が見えねえ。おちんちんが。まあ、もう。これでいいわ。五条だ。おい、元気か。おい、ああ、おい、赤い、やっ
海悟空が向こうにいるな。兄貴が、うん、そんなんで分かるのか。分かる。五条ちゃん、じゃあ八海もここにいるってちょっと打ってくれよ。八海もここにいるか。うん、よし。八海様もここにいるんだぞ。八海も無事か。おい五条、向こうに食い物あるかどうかちょっと聞いてみてくれよ。食い物や、うん、あのチャーハンとかな、餃子とかキムチとか、あ、フカヒレのスープも飲みてえな。いやもう消えるわけないやないか、バカ者。おい、みんな大丈夫かい。あ、トンマこの野郎、てめえはどういうつもりなんだこの野郎。どういうつもりてめえのおかげでな、こんなとこ入れられてんだこの野郎。そういう方々言うならいいですよ。僕はね、皆さんをあの助けに来たんです。助けだ。ええ、それなのに、あ、いいです、もう助けのやめます。あれ、ちょっとお元気で。白馬ちゃん、ごめんなさい、白馬ちゃん。ご苦労さん、ご苦労さん。あれ、お前捕まらなかったのか。ちょっと今鍵開けるから。これ、ちょっと待って。あれあれあれ、お前匂い棒どうしたんだこれ。え、いや、あの武器倉庫の中探してたらね、これが入ってた。おうが、うん、あら、これお前爆用作じゃねえかよ。いや、なんとか知らないけど、綺麗だから持ってきちゃった。それより大変だよ。ん、お師匠様の魂が抜かれちゃうよ。魂抜かれる、それ何だ一体。いや、魔王と次郎の話をちらっと聞いたらね、うん、なんでも次郎が惚れた女がいて、その女にお師匠様の魂をやっちゃうんだって。ああ、今世魔王の野郎、女使ってあの野郎たぶらかしやがったな。よし、八海と五条を助けて北暴れだ。三蔵法師、これで貴様の命もおしまいだな。これから貴様の魂を抜き取り、その肉を食ってやる。たとえこの身は食われても、七度生まれ変わって私は天竺を目指します。この私の志を誰も阻止することはできません。くそ、口の開けらねえクソ坊主め。よし、それじゃあ七度生まれ変わったら七度その肉を食ってやるぞ。次郎神君、あなたは天上人の身でありながら天帝を裏切り、大日如来様も裏切ろうとなさるのです。分かってる。だが俺はどうにもならんのだ。言いたいことはそれだけか。よし、三蔵法師、自分の念仏でも唱えておくんだな。お師匠さん。貴様らどうしてここへ。どうしてもこうしてもねえ、次郎神君。これで全て分かったぞ。てめえの悪行のことはあの女だったんだな。大切なお師匠様の魂抜き取るなんてとんでもない野郎だ。三人まとめて成敗してやるから、そこをな。くそ、my spirit warms.
だいこれは。生贄となった女たちだ。姫はこの女たちの体をよりすぐって作られていたんだ。そうだったのか。俺の負けだ。完全に俺の負けだ。許してくれ。ここ兄貴。お、ちょ大変だ。どうした？魔王が空に逃げた。空に？うん。よし、爆弾さえだ。これさえあれば大丈夫だ。おい、あれ、兄貴、あれ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 、早く、何してよ。分かってる。早く。おお、あたり。ありがとうございました。奉仕様、これでこの国にも昼と夜が参ります。いやよかったね、一日はこうでなくては。何やってんだよ、だから俺の立場がないじゃないか。よかったね。よかったね。お師匠様、そろそろ歩いて参りましょうか。何を言ってんだお前、お前馬になるよ、このうずらとんま。白馬です、私は。ね、皆さんで歩いていきましょう。ね、あのね、こうして一つの太陽は砕け散り、そのかけらは満天に輝く星となりました。数々の奇難にさらされながら、天竺へ向かう三蔵法師の一行四人。この先、いかなる試練が待ち受けているのでしょうか。それは次回の講釈で。世の中いろいろ。Yeah.